はいどうも、GO の GOGOTV です。今回はこちらにガシャポンのカプセルが7個6色あるんですけども、今回回してきたガシャポンはこちらですね。コレキャラ仮面ライダー02全6種ということで、まあ、一応6色あるんで、まあ、コンプリートしてるとは思いますんで、こちらを開封していきたいと思っております。で、まあ、こちらのコレキャラ仮面ライダー02なんですけど、なんかガシャポンの台紙の方にはこのコレキャラ仮面ライダー01って書いてあったんで、こう回してたんですよ。でとりあえずラインナップで僕平成ライダーで一番好きな仮面ライダーダブルがラインナップされてたんで、まあ、とりあえずダブル欲しいなって感じで回してたんですけど、なんか途中で回してる時にたまたまこうカプセルを手に取ってんと見たらラインナップにないこのエグゼイルが出たんですよ。でんと思ってこちらをこうパッと見たら、これ仮面ライダー02って書かれててマジかよと思って、こう台紙と中身違うもん入っとるやんと思って、まあ、とりあえずこのブックレット見て中身確認したんですけども、やっぱり仮面ライダーダブルのラインナップはありませんでしたねですけども3回か4回ぐらい回した時に気づいたんで、まあいいや、とりあえずカプセル、まあ、全色6色出るまで回したれみたいな感じで回したら、まあ7回でなんとか無事コンプリートすることができたと思いますんで、こちらを開封していきたいと思います。でラインナップも見ていきましょうか。ラインナップはこんな感じですね。仮面ライダージオ、仮面ライダーエグゼイド、仮面ライダードライブ、仮面ライダーウィザード、仮面ライダーオズ、仮面ライダー電王ということで、まあ、仮面ライダー電王以外は全員2機のライダーですね。で1機は仮面ライダー電王が1機のライダーという感じになっております。こんな感じですね。でもこれなんか可愛らしいんですよね。これなんかデフォルメフィギュアとか結構、まあコンバージュとかもまあそういう部類に入るとは思うんですけど、あっちは結構そのリアルに作られておりますが、こちらはまあちょっと可愛らしく作られてる感じなんで、ちょっと開封して見ていきたいと思います。はい、では開封していきたいと思います。もうとりあえずオレンジが被っておりますんで、まあ、こちらからいきましょうか。こちらも中身は分かっております。でしかもこれ台座付きなんですよ。1回300円でいいっすよね。はい、ということでこういう感じですね。かわいいかわいすぎかよってやつですけど、ちゃんと台座付いてますよ。こういう感じでライダーズクレストに2018仮面ライダージオ、こんな感じですね。かわいいこれは超かわいいですよ。オレンジは仮面ライダージオ、では白いこう、白はせーのドンドンということで、こちらは仮面ライダー電王ですね。仮面ライダー電王のソードフォームですね。お礼30ですね。はい、で白は電王と、オレンジはこっちのところ。で次黄色ですね。黄色はさあ黄色はせーの、ドン、ドン。ということで、黄色は仮面ライダードライブですね。2014。仮面ライダードライブ。タイプスピードですね。こんな感じ。で、あとは、緑いこう。緑は、さあ誰か。せーの、ドン。お、緑は仮面ライダーオーズですね。2010。仮面ライダーオーズ。こんな感じ。これなんかちょっと横向いてるな。これ首動くんだな若干横向いておりますがね。はい、こんな感じですね。あと2つ、まあ、こちら先ほどちょっとお見せしたね。これいきましょうか。こちらは仮面ライダーエグゼイドですね。仮面ライダーエグゼイド2016年、仮面ライダーエグゼイド。そう、01のラインナップがあのビルドも入ってたんですよね。ビルドも結構欲しかったんですけどね。さあじゃあラストはこちらは仮面ライダーウィザードですね。こんな感じで、こんな感じですね。2012と、はい、こういう感じになっておりますね。無事コンプリートしました。はい、では袋から取り出して組み立ててポンと出していきたいと思います。はい、袋から取り出して台座につけましたんで、一つずつ見ていきたいと思います。では一応歴代順に並べてありますが、まずは仮面ライダー電王からいきましょう。放送の早い順からいきたいと思います。こんな感じですね。台座がこれすごいんですよね。ちゃんとライダーズクレストがあって、この放送してた西暦が書かれておりまして、仮面ライダー電王と、でこんな感じですね。結構この頭部部分はしっかりされてるんですけど、この胴体から下の部分は、まあ、プリントって感じになっておりますね。はい、こんな感じです。でこれ一応首が動きますけど、台座につけた状態だとちょっと動かしづらいかなって感じですけど、まあ、こういう感じでちょこちょこ動きますね。こんな感じ。いやーいいですね。こういうちょっと可愛らしい系のフィギュアなんで、
まあ全然許せれますね。でも結構頭部部分はしっかりとされてますが、まあ、若干やっぱ粗さはありますね。塗装のなんかちょっと塗り付け側は若干悪かったりとか、まあ、そういう部分はありますが、まあ、全然 OK です。はい、こんな感じですね。まあ、この辺もちょっと削れたりそういうこともあります。はい、仮面ライダー伝言はこんな感じ。仮面ライダーオーズですね、台座がこんな感じで、こんな感じですね。もうほんと首から下はこれあんまり気にしちゃダメですね。でも結構頭部分はほんとしっかり塗り付けされてるんじゃないかなと思います。まあ若干のムラはありますがね。はい、こんな感じですね。はい、こんな感じになっております。仮面ライダーウィザーズですね、こんな感じ。台座がこんな感じで、正面から見るとこんな感じ。結構ウィザードはそんな色ムラ的なものはなくて結構綺麗な感じに塗られておりますね。ぐるっと回っていくとこんな感じ、こんな感じですね。うん、まあ300円でこれなら全然本当にありですね。で次は仮面ライダードライブですね、こんな感じ。台座はこんな感じですね。うん、やっぱ頭部分は本当しっかりしてますね。まあ若干まあ色飛びとかそういうのあるんですけども、うん、全然いいっす。うん、この辺の造形とかすごいですよ。この辺とか300円でこのクオリティかって感じで、後ろもすごいですね。ドライブこれは結構いい感じ。はい、こんな感じになっております。で次は色がかなり多い仮面ライダーエグゼイドですね、こんな感じ。台座はこんな感じ。なんか全然こちらは首から下そんな違和感感じないんですけどね。まあ、エグゼイド自体が結構色合いが多いんで、まあ、結構色がいっぱいついてると映えるんですよね。こんな感じですね。本当後ろはあんまり気にしちゃダメですね。はい、こんな感じになっております。で最後が仮面ライダーチオーですね、台座はこんな感じ、こんな感じですね。ライダーちゃんとピンク色で塗装されております。ぐるっと回っていくとこんな感じですね。こんな感じ。ちょっと今何気にふと思ったんですけど、このジオウの後頭部とこの電王の後頭部ってなんか若干似てますよね。まあ電王は線路がモチーフで、ジオウは腕時計のベルト部分がモチーフになっているとは思うんですけども、なんかふと見た時になんか似たような感じやなと思って見てみたんですけど、やっぱちょっとなんか似た感じになってますね。はい、こんな感じになっておりますね。まさかの、まあ、王同士ですからね、電王とジオウなんで王道士ってことで、まあ、若干似させた部分もあるかもしれませんね。はい、こんな感じになっております。はい、ということで今回はキャラコレ仮面ライダー02を全6種類コンプリートすることができましたんで紹介してまいりました。いや本当は仮面ライダーダブルが欲しかったんで01が回したかったんですけども、まあ、まさかの途中で02に気づくっていうまあそういう事態もありましたが、まあ、なんとか、まあ、少ない投資でコンプリートできたのは本当に良かったなと思っておりますし、まあ、このライダーのフィギュア自体もすごい可愛らしいですし、台座もしっかりしておりますんで、これは本当に飾っておいてもすごいいい感じのフィギュアになると思うんで、まあ、もし皆さんも気になりましたら、こちらのキャラコレ仮面ライダー回してみるのもいいんじゃないかなと思います。1回300円のガチャガチャになっております。はい。ということで、僕もまたこちらのキャラコレの01がどっかに打てたら、またコンプリートしたいなと思っておりますんで、またそういう動画作ればよろしくお願いいたします。では、今回もご視聴ありがとうございました。